ステファン・パンラは、オーストリア・ニーダー・エースター・ライヒ州、マウエル・バッハ出身のサッカー選手。フィリピン代表。ポジションは、ディフェンダー・サイドバック。タイリーグ1ブリーラム・ユナイテッド FC 所属。9歳で、オーストリア・ブンデスリーガに属する名門、SK ・ラピード・ウィーンの育成アカデミーに入団。17歳でレギュオナル・リーガに属する、セカンドチームで、プレーするようになり。 2008年3月の FC バッカー・インスブルック戦でオーストリア・ブンデスリーガーに属するトップチームでのデビューを果たす。当時の U18 チーム及びセカンドチームでのチームメイトには後にイングランドプレミアリーグのアストンビラ FC に引き抜かれるアンドレアス・バイマンや FC レッドブル・ザルツブルクに移籍するヤシンペル・バンダがいた。リーグクッシュの競合の一つである。 SK ラピードウィーンのトップチームでの定期的な試合出場はまだ厳しく試合経験を積ませるために20歳の頃からオーストリアブンデスリーガ2部に属する FC ルステナウレイ7スロバキアフォルトゥナリーガに属する FCDAC1904 ドゥナイスカーストレダーオーストリアブンデスリーガに属する FC アドーミラバッカーメイドリングにレンタルされた2013から14年シーズンは フルスの SK ラピードウィーンに復帰。国内リーグのみならず UEFA、ヨーロッパリーグ本大会にも出場し、ウクライナの FC ディナーモキエフやベルギーの KRC ヘンクと対戦しにアシストを記録した。2014年7月に同じく、オーストリアブンデスリーガに属するボルフスベルガー、AC に移籍した。不動の左サイドバックとして主力に定着。2015から16年シーズンには、 UEFA ヨーロッパリーグへの出場を果たし、FC シャフティオールソリゴルスク及び、ボルシアドルトムント戦でフル出場した。2018年7月、SKN ザンクトペルテンに移籍した。2019年7月、タイのブリーラムユナイテッド FC に移籍した。U2 例までの各カテゴリーでは、ステファン・イルザンカー、ギド・ブルクシタラー、アレクサンダー・グリューンバルト、 ヤコブ・ヤン・チャーラと共に、オーストリアのアンダー代表に招集されていたが、最終的に母親の出身国であるフィリピンの A 代表を選択。トーマス・ドゥーリー代表監督のもと、2015年6月11日に行われたバーレン A 代表戦で、フィリピン A 代表としてのデビューを果たした。ありがとうございます。